はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんオノマトというデッキ覚えてますか？オノマトというデッキ、オノマトランスというね、あのぶっ壊れスキルによってめちゃくちゃ活躍していた昔ねデッキなんですけど、昔っつったって数ヶ月前だけど、まだスキルがね、あのアホほど修正されまして、規制入りまして、まあ、なんかオノマトランス誰も使う人いなくなっちゃったんですよ。で、さすがに運営反省したんでしょうね、スキル潰しすぎたと。オノマト使っていたプレイヤーに申し訳ないって思ったんでしょうね、うん。で、今回リミットが解除されることになりまして、それが今ガガガシスター、これねリミット2に入ってるんですよ。これが完全にリミットから解除されます。だから要はノーリミットになるんですよ、ガガガシスターが。ってことはこれ3積みできるんですよね。ということで今回は新しいオノマトデッキ作ってきました。やっぱりね、まあ、使ってみた感想なんですけど、ノーリミットルーム、ノーリミットっていうか新リミルームで使ってみたんですけど、サーチがないのがちょっと辛いかな。サーチするカードが要はないので、ガガガシスターを今まではこのスキルでね、シスターとか番長とかオノマトピアとかをなんか強引にサーチして動いていたんですが、組み合わせで、サーチがないんで残念ながら、まあ、ドローを使って、まあ、ドローしたカードによって動いていくしかないみたいな、まあ、それが普通の遊戯王なんですけど、これが一般的な遊戯王なんですよ。まあスキルがおかしかっただけで、一般的な遊戯王ではあるんですけど、まあ、これでやっていくしかないかなっていう感じですね。だから、まあ、安定感は、まあ、もちろんオノマトランスと比べるとめちゃくちゃ落ちたけど、ただこいつが3積みできるんで結構ランク6が立てやすいんですよね。ガガガシスターとピア番長とかで、まあ、今まで通りね、バウンサーやら、トレミスやら、エクサビートルライノセバスみたいな動きが結構できるんで、これはね非常に強いというふうに思います。なんで、まあ、ちょっと使ってみていただければ、まあ、ちょっと安定感落ちたかなっていう感覚はあるとは思うんだけど、まあ、ギミックとしては非常に強い、うん、ギミックが残ってるんで、まあ、まだなんとかなるかなっていう。だからまあキングデュエルキングテールだったらなれんじゃねえかな、なんか感覚的には。ちょっとまだ全然そのランク戦で試せる状態じゃないんだ、わかんないですけど、一応ね、シスターが帰ってきたっていうことで記念してリミットゴマト使ってみたんですが、意外といけますということだけお伝えしておきましょう。はい、早速ね、動かし方をご覧いただければと思いますが、うん、あんまり変わってないんで今までと今までっていうか昔と、はい、一応ドローセンスハイレベルにしてますんで、スキル、コズミックサイクロンぶっ込んで、デッキトップヘッド持ってくるっていう構築にします。はい、なんでユーマ君では使えません。はい、かわいそうにデュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇ゆヒトデマン、行くぞ遊戯。ひょ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 、俺のターンだ。このキャラクターでオノマト使ってるのマジでひらつくだろうな。ブリューナックかいいだろう。儀式の使い手かディスティニーゼロかどっちかしら。マジこのキャラクターでオノマト使うのマジでさ、絶対相手ムカつくだろうね。まあ、とりあえずガガガシスター召喚で、ガガガシスター召喚効果そう。ブリューナック君あるんですよね。あ、ブリューじゃなくてバルキュルス君。バルキュルス君あるっていうことは絶対的にワンキルが取れないっていうことなんですよね。これ絶対に絶対的にワンキルを取ることは不可能で、エクシーズモンスターは取られる 100% で、コズミックサイクロンが入ってる可能性あるな。デッキ熱いし、ってことはだ、ってことはガンセか、ってことはガンセやな、ってことはつまりガンセで、エクシーズしない。エクシーズするとワンチャン月の書抜かれた時に目当てられないことが起きるんですよ。ブレーなくてバウンサーでワンキルされるパターンあるんで、ディスティリドローだけケアですね。多分、あ、これ儀式の使い手ですね。はい、オッケー、儀式の使い手 OK。 ブレーなくのネクロスは、ブレーなくのネクロスはマジでエクストラから出てきたモンスターバウンスするっていう効果、最強の効果持ってるんですよ。いやー、まあ万華鏡はいいわ。万華鏡はしょうがない、万華鏡はしょうがない。で、万華鏡は、エクストラデッキをモンスターを素材にして、手札から儀式モンスター、あー、ネクロス儀式モンスターを特殊召喚できるよっていう効果なんですよ。あ、シュリットの方ね、オッケー、手札からもできます。ちなみにもちろんね、ディサイシブ、ディサイシブはマジで無理だな、これ。モンスター効果ディサイシブは、いやでもこれ言うてディサイシブチェーン、まあ、何抜かれてもそんなに痛くねえな。いや、月の書抜けるかもしんねえから、なんかほっとくか。ボルトじゃなきゃいいんだよな、これむずいっすね。
これ結構かなりむずいですね。でディサイシブね、オッケー。月年抜いてくんねえかな。あ、オッケー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 。まあ結果オーライ、結果オーライ。ムーダピュー、ムーダピュー。あ、なんかあるね、速攻魔法。なんだろう、速攻魔法なんかあるの。あー、めぐるか。あ、それは強い。なるほど。でめぐってディサイシブの打点下げられるんで3300とかいうなんか爆発にやべえ打点が。いやー、それうまい、それはうまいわ、確かに。でそれで駒評か、なるほど。あー、これはうまい。で駒評は墓地のモンスターを素材にしながら、儀式召喚できるんで、今墓地に送られたなんだっけ、シュリットを素材に使うことができますね。でブリューナクの効果で、好きな儀式モンスターを持ってくることができる。ブリューナクの、あ、グングニーのネクロス来た。いやー、強い、これは強いぞ。返せるか駒評、いいだろう。2体儀式モンスター並ぶんですよ、これ。アルティメットモンスターをが。で、シュリット、グングニール。で、はい。もうこれはね、しょうがないですね。で、バトルフェーズ入られる。で、どっちも破壊されないと思うんだ。あ、1枚あれ、手札バルキュルスだから。ってことは多分、今手札捨てるの多分あんまやんないと思うんだよね。ってことはだ。まあ、1体処理してるのが、多分、関の山。関の山？限界。日本語合ってる日本語不自由芸人。こんなバカな、ターンエンドだ、くっせ、後悔させてやる。スキル発動しましょう。スキル発動でヘッドからの、とりあえずグングニールのフリーチェーンだけマジやばいんで、グングニールのフリーチェーンだけ絶対にやめる、絶対に倒す。アドバンス、アドバンスして両方とも特殊してランク6してもいいけどな。でも相手言うてあれだろう、ハンドアドバンスして42出してエクシーズしてバウンスしても次のターン儀式できるかもしれないし、4000で殴りに行くか。あ、難しいなこれ。3300は突破力やつ、トリミスじゃないと、トリミスかデッドリシンじゃないと。でバリキルスあるんですよね、相手手札に。ってことは番長召喚して、これ2体でエクスカリバーすればいいんじゃない。でこれで多分相手バリキルス使うしかないんですよ。ってことは結局ハンドが1枚になるんで、これ殴られたらやばいからバリキルス使うしかないでしょ。でこうだわ。で手札1枚、多分手札1枚では儀式できないでしょ。相手コズミックサイクロンは別に除外されてもいいよ。はい、バルキルスのネクロス、はい、オッケー。それはもういい、大丈夫。多分ね、ハンド1枚から儀式はできないでも、多分さすがに。オッケー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 。でディサイシブのネクロス、はい、オッケー。守備表示なんで、攻撃、一応攻撃表示にした方がいいんじゃない。戦時ゴット、はいはい、了解。で戦時ゴット効果、儀式モンスターをサーチ。いや、今行ってワンキル取れないもんね、結局バルキルスがいるから。ってことは手札に戻っちゃうし、手札に戻っちゃうといろいろまた起きるんですよ、いろんなことが、やばいことが。だから今のは多分これが正解だと思うわ。大丈夫、ネクロスはね、ある程度使ってきたんでね、ある程度分かってるはずなんだけど。俺今ワンキル取れた、ちょっと分かんねえけど、多分取れないんだよワンキルは。だから今のはこれが正解で、これはもうバルキルスないんで攻撃できるわけですよ。で残りはライフ2200でしょ。だからヘッド召喚してモンスターを増やせばいいんじゃない。エクスカリバーをリリースしてアドバンス召喚で、アドバンス召喚成功時ヘッド効果、ランク6破壊でしょ確か。あいつなんて、グングニールは破壊耐性、つまりトリミスで戻せばいいんじゃない。2200大丈夫だ。こうしてこの、あの親の顔より見た動きします、ね、めちゃくちゃ懐かしくないですかこれ超懐かしいでしょこれこれ懐かしくないですかこの動き。お、久しぶりにこの動きしてるわ。でランク6、この動き懐かしすぎるだろ。この動き懐かしすぎ、あ、今ヘッドエクシーストーンしてもいいか、間違いない。まあいいや。でまあいいや、こうで、でこれバウンスしてどっちも同じだ、勝ったから。今ヘッド素材にしたら確かなんかワンドロー入るんだな。でバトルフェーズ、バトルだ、
でこう、はい、よし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 、懐かしいこの動き、これってでも普通にやってることめっちゃ強いわ。さあお相手の方、進化した最強ドラゴン、行くぞブルーアイズ、相手の方がない、サイクロン引きたい、さあ来るがいい、はい、剣士、はい、OK です、剣士 OK です、太鼓も OK です、伏せ何枚ありますか、伏せ何枚ありますか、1枚カードを伏せ2枚、うん強い。ターンエンド、石投げんのマジ強いんだけども、あーでも1枚来たか、1枚来たのはでかい。でとりあえずここで除外させていただいて、運が切断でありました。でシスター召喚効果、これはさすがにウィンドですかね、これは風を持ってきましょう。もうボルトとか持ってきてる場合じゃないんで、ボルトあったらね、ボルトかウィンドどっちかあったら強かったんですけど、まあ、こうでしょうね、インが消滅してくるパターンだよな、これな。とりあえず一旦ゾーン長ガガガコートを特殊召喚することによって様子を見ていきましょう。まずは一旦様子見です。なんもない、なるほど、なんもない、なんもない、ウィンド先か、ウィンド先だな、ウィンド先、ウィンド先打ちでオノマトピア、さあ来い、モンスターを特殊、さあどうだ、さあどうする、さあどうする、でランクを6にしていくがよろしいか、とりあえずオノマトピアをのレベルを6にしていくぞ。でだ、ビートル、まあ一応ビートル、まあどっちでも同じだけどな、これな。でこここうだろ、こうだ、こう、さあこれはどうする、ここでいいんか、なるほど、どっちを、あそっち、じゃあカット、久しぶりすぎて分かんなかったか、オノマトっていうのはな、展開力がな高くてな、こうなるんだよ、攻撃力ゼロが棒立ちになってるの、大丈夫か、ハイバー、ハイバー君大丈夫ですか、石ぶん投げてますけど、石ぶん投げたところでこのターンで殺されたらおしまいでは、バイセンありがとうございました、よしよしよし、着地してから打つべきでしたね、まあ、ちょっと若干負けそうでしたけど、ね、今はね、ハンド的に。さあお相手の方、万丈目順とか絶対ロクラデッキじゃないじゃん、うわロクラデッキじゃないよこれ、ロクラデッキじゃない絶対。ちなみに僕はそういうデッキの方が好きなんですけど、ね、お邪魔イエロー、うわー出た馬の骨、やばいやばい、めちゃくちゃ融合してきそう。さあどんなデッキなんでしょうか、一体全体、とりあえず馬の骨の対価でからのお邪魔カントリーになるぞ、お邪魔カントリーで、メタボリックガイ捨てて、黒捨てて、クロスで黒、なるほど、沼地のマシン、うわめちゃくちゃ融合してきそう、ちょマジでやめよう、ちょほんとクソゲーは良くない、クソゲーは馬の骨対価、うわ強っ、やばゲボ強いやんけ、やべえなこれ、セットセット、怖すぎる怖すぎる、何あのセカード、あでもサイクロンは強いね、サイクロンコスミックは強い、うーわ出た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 、確かに沼地のマシンを、そうですよね、ですよね、3体ですよね、ですよね、いやでも言うてコスミックサイクロンとコス、サイクロンがあるから相手の打点はゼロになるんだわ、いやなんとか相手の打点をゼロにしながら、いやでもこれとりあえずサイクロンは割るしかないよ、サイクロンは相手の癖はちょっとさすがになんかヤバすぎるカードだったらちょっと欲しいんで、これ割るしかない、敵のフュージョン2枚目 OK、 月の書引けばいいんでしょ、つまりこれはドドドドロドドドドロで月の書引けばいいんだ、月の書を引いたら嫌さ黙る、頑張ろう、月の書を引いたら嫌さ黙る、前の試着部屋、いや強いな強いな、試着部屋グリーン OK、イエロー、あー強いよハンド、
とあいつどんだけ強いか、どんだけお邪魔入ってんだよ。マジ底辺デッキやめろ、マジで底辺デッキやめろ。ガチでやばい、ガチでやばい。まあでもちょっとランクにしてくんのかな、これ。あ、まんま殴ってくるやつ。いや、おし、まだあるぞ、まだわかんない。コスミックサイクロン発動、魂のコスミックサイクロンによりお邪魔カントリーを除外する。頼む、ドドドローか月の書、マジで頼む、頼む。スキルはもうどうでもいい。あー、くそー、くそー。ランク2はさすがに入ってるだろうな、相手。でもランクにしても言うてらって思うんだね、多分。グランブルロゴス強い。これ表側のカードを1枚こいつがいる限り無効にするカード。いやでもなんとかなる、なんとかなる。フリーチェーンではないからこいつは。いや、いける。月の書、まず月の書引こう、月の書引こう。うぜーうぜー、このね煽りの攻撃をガチでうざい。お前さ、アボンだったらどうすんだよ。はい、ブロックします。